ちょ、経験値は経験値で大事やけんさ。よし。オッケー。いいよいいよ。自分やけど。よし。行こうぜ行こうぜ。体力も満タンやし。これダンジョンから出たら満タンになっとるってこと？よし、頑張ろう。でもまたロマンゲージゼロの状態からやけん、ちょっとピンチやけど。あーでも敵のレベル的にはさっきと同じぐらいの感じやね。危険。痛い痛い痛い。あ、待って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 。待てって。回復回復。今私とても危険な状態、来ないでください。お、ありがとう。気づいたらみんなやっつけてくれとった。私の回復中にまたゴールドマンとか出てくれていいんやけどな。行くぜ。とりあえずロマンゲージを貯めたい。痛い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 。いや、一回一回のね、ダメージ少なくてもちょっと。いい。おーっと。ちょっと待って、復活させ。いい。やめてくれよ。あ、レベル上がった。ちょ、復活させたいんやけどさ。敵が。よし、復活させます。何、一番強そうなルーカスが一番先にやられてんだ。まあ、レベルは一番下なんか。おっと、ちょっとレベルが上がったぞ。ちょいとレベルが上がったぞ。痛い痛い。キングスライムマジでちょっとね、強いんすよね。ちょ、待って、ロマン技が使いたいんだ私。いけ。ここでアースブレイカー。よしよしよし、レベル関係なくね。一番レベルが低かろうがここで一気に。ちょ、待って、え、今ルーム何歩だ。分からん分からんけど、とりあえず違う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 、弾の切り替えがしたいの。ちょ、恋未弾で回復しとこう。次、デビ、デビどこ行った。こんな感じか。よし、行こうぜ。あ、よかった、次が強敵やね。行こう。あ、私自分の体力もあれやな。あ、ね、もしかしてさ、あれ何やったっけ、あのメタルハンターってキラーマシーンみたいなやつか。あ、なんかそんな感じやった気がする。なんかこういう機械系のやつやんね。待って、避けたい。違うんよ、なんか定期的にね、かすめ取るの体勢になるんよね。全然そんなことをしようと思ってるわけじゃ。え、なんかあれだな、意外とロマン技使ってないのに。あ、なんだ、弱かったね君。あれ、意外と弱かったっすね。やったね、これで全員レベル30台上がったよ。6万2000か。お、ニャゴスコインやん。ニャゴス仲間におらんのやけどね。このダンジョンをクリアした報酬プラス、この倒したモンスターから得たお金があるけん、66万。あとちょっとだ、あとちょっとだ。確実に確実に近づいて。お、なんか金の宝箱があるっぽいな。探そう探そう。ドレスだドレスだ。あれ、金の宝箱ないの？さっきマーク出てなかった、気のせいか。次どのあたりかな。マーク、
あれか。あれも近いね。どこ？この辺？それとも向こう側か？向こう側っぽい感じ。あ、メタルスライムおるよ。あ、でもメタルスライムあれか。経験値か。いや、それはそれで。逃げないで。ちょ、経験値は経験値で大事やけんさ。よし。オッケー。いいよ、いいよ。自分やけど。いいよ、いいよ。の、上か？やべえ。やべえ、落とされる。何？どこ？お宝。こっちの上の方っぽいね。ちょ、待って、ここ流されるやん。ほぼ。え？上がらせて。違うのよ、潜るんじゃないのよ。とりあえずお宝掘り出しまして、でもな、金の宝箱を取るスペースなくなるな。これはアルミラージか。とりあえずダンジョンに行こう。ダンジョンに、あ、この辺やな。え、これ流され待って、お宝の場所見つけたっぽいけど。けど、今はこっちなんだ。あれ違う。デイリーか。なるほどね。デイリーやった。え、ちょっと待って。んで、ちょ、地図、地図。あれもうダンジョンなかったっけな。ないね。あ、違う。ここにある。これはどこだ？ちょ、待ってね。さっきね、金のお宝があったっぽいんだけども。だけども、ちょっとそれ。あ、なるほどね。さっきのお宝のやつ、ダンジョンってこと？待って、どこだよ。ん？違うか。待って、どこ？わからん。あっちの上か。ちょっと待って、上がろう。上がれねえ。全然上がれてねえ。だって、一旦この辺上がって。はい。見えない、見えない。あっち？あの辺だったっけ？なんかこの辺でさ、一回、なんかならんかった？あれ違うな。ん？どこだ？ちょ、もう一回もう一回。そう、なんか上の方やったんよね。あれなんだ、滝の近く。アップンできるんや、初めて知った。滝の近くで、あ、見て、あんなところに、バルーンあったよ、バルーン。ちょ、待って、弾切り替え。お、よし。何個目やろ、今の。あ、あそこやん。え、これやろ、多分。違うかな。多分これやと思うんやけど。あ、ほらほらほら。あれってことは、普通にお宝なんか。ダンジョンじゃないね。じゃじゃーん。すげえ。え、誰やろ今の。ククールとかじゃない？なんかそれっぽい感じじゃなかった？シルエット。目をつけられたようだブー。ひ、とりあえずお宝いっぱいになったし一旦帰るか。まあ、近いかな駅。うんうん。行くぜ。飛んでけー。いや、そんなに近くもない気がしてきた。
全くそんなに近くない気がしてきたけど、まあ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 行こう。そこまで遠くもない。うん、ね、あそこに届くかな。あれさすがに、さすがにこっからじゃ届かんか。あんなところにもあるやん。ちょ待って、多分陸地からじゃないと撃てんのよね。上がれんやん。上がらせて、この辺から上がれる。よし。でちょっとね、そこの下の部分、ちょ見えない見えない。はい、いいぞいいぞ。なんかその辺上がれるとこない？ないんか。まあ橋を渡れということやね。あ、ゴールドマンおるよ。ちょ、やっつけよう、やっつけよう。ちょ、あのゴールドマンやっつけてさ、お金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 、こっちもこっちも、けいけい。さあどうかな。うわ、あとちょっとや。ねえ、あとちょっと、あとちょっと。あ、メタルスライムおる、やっつけたい。メタルスライムもやっつけよう。うわー、流されるー。よし、メタルスライム、メタルスライム。うわー、お宝を狙われてるブー。なに、ちょっとうるさいよ。よいしょ、いけいけ。やっつけるぜ、メタルス。あ、逃げないで。ちょ、待って、待って、待ってって。ちょ、みんなも早く来て、こっち他の子いいから、こいつをやっつけてくれ。いけ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 。え、どこ行った。え、消えたの。あ、いた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 、逃げた。おい、早く来いよみんな。何何、ちょっとどれ、敵これか。腕章つけてんな。ちょ待って、とりあえずさ、あの、あー、もうロマン技いつも探索連携とかしそうになるんよね。アースブレイカー。ちょ、今満タンお宝持っとるけんさ、やられるわけにいかんのよ。後で仲間にするブー。よいしょ。何と、いてててててちょ、やめてくれ。待って、回復回復。びっくりした、敵かと思ったよ。よし、なんかいっぱいアイテム落ちとる。おお、何、オーロラシェイク、物理攻撃、大義、ブレス、呪文への耐性がアップする、ピクシードラゴン族の好物料理。やったー、なんかゲットした、ビッグハットコイン。やっぱ普通にその辺のモンスターと戦った時じゃね、全然ないよね。で、駅駅駅、そう、私は駅に向かってるんだよ。なんかどんどん駅から遠ざかって生きよる気がするけど、なんかアイテム落ちなかった。スライムゼリー。いや、でも駅なんか遠いな。あ、ちょっと待って、そこのね、そこのあのバルーンを割っておきたいんですよね。この辺からなら、見えねえ。ちょっと待って、見えんくなった、見えんくなった。ここからならいけるんじゃない？ほら。よっしゃー。いけたぜ、いけたぜ。あ、いや、これやな。なるほど。高いなーって全然違うところ見よったね。こっちやった、こっちやった。さあ、お宝満タンにして、帰りましょう。多少お金も入るんかな、普通に帰って。帰って鑑定する。はい。あとちょっとなんよ。え、なんか今さ、ロード画面で見たんやけどさ、あれなん。普通に味方モンスターでホイミ呪文使ってくれる子おるん。私が回復せんでもそういう呪文持っとる子もちゃんとおるんやね。なるほど。あ、品質が上がったお化けキャンドルの像。あ、なるほど。綿棒じゃなくって、悪棒の方やった。
110万137万。ちょっぴり意地悪な精霊の像、いいねいいね。シルバートレイ125,000156,000。酒場で給仕の時に使われる銀製のお盆、もう初期の方によく出てくる階段やん。今度は階段のフロアマット、かわいい。154,000。上の階下の階に移動できる階段を描いたフロアマット、これは覇者の剣。おーいいね。125万。邪悪なものを打ち倒す力を秘めた魔法の剣、そして革のドレス53,000。なめした獣の皮を縫い合わせて作られたドレス、初めてのお宝だね。一角ウサギの方か62,000。どこかの世界にいるモンスターの像、あーほらやっぱりもう立ち姿でね、ククールの像。937,000。騎士団に所属するクールな色男の像、ふわーすげえな600万超えたよ。で、私の手持ちのお金というのは何も入ってこないのね。なるほどなるほど、そういう感じなんすか。調子はいかがです。とりあえず、あ、これじゃなかった。迫力の大爆風。お疲れ様でした。よし。あ、で、これでゴールドが5000ゴールドは一応入ってくると。で、派遣ではお金は入らんって言ったんやっけ。でも、ブドウエキス入ってきてないかな。ね、そっちが。我が輩に任せろ。派遣だな、戻っているぞ。ね、ブドウエキスはどうすか。あと何個って言った？3つ ?2 つゲットして帰ってないやん、どういうことやねん。ゲットしろや。お、宝石系モンスターやって。つばいだ草原島、行こう行こう。行き先はどこだ。いいのか、出発だ。一丁行ってみるか。ちょいちょい、ツバイザ草原島。ただいま。これ全部まとめて完了とかできんのかなめっちゃ思うんやけど。あ、ただの花の蜜なんよね。行き先はどこだ。いい、両方火山やね。出発だ。一丁行ってみるか。他にブドウエキスが取れるとこに行ったやつはおらんのか。そして今回は成功ばっかり。行き先はどこ。ツバイザ草原島、ツバイザ草原島。いいのか。あ、ここブドウエキスのところやでも派遣で初めてブドウエキスをゲットしたってことはね、自分で取ったことはないんよね。どんな感じなんやろ、取れるの。どこで取れるんやろ。どんなもんだ。あ、ブドウエキス、しかも7個もすげえやん。やったねやったね。え、これでいけるやん。オイルジュースを作りたいんよね、私。ブドウ風味ってことなんやな。いいのか出発だ。一丁行ってみるか。それで、あれか、カミューテクターが仲間にできるんよね。オッケーオッケー。新しいことがありそうですよ。加入希望者を確認。誰か仲間。お、なんか見て、スラボーもなんか S ランクみたいな感じになっとるよ。クラウン、鎧、この辺いけるな。ね、レベルも高いしね。入れよっか。クラウンってどういう感じ。ここハイジャンプ。え、ここ、これにしたいな。え、レベルどっちが上だ。頼りにしてっからな。え、大丈夫、なんか必要なものなくなってない大丈夫ね。オッケーオッケー。かわいいクラウン、いいですね。待って、一旦見てみよう。あ、でもな、レベルこっちの方が上な気がす、あ、違うわ。え、じゃあ攻撃力とかそういうのは、
ちょ待って、強さ強さ、あ違う違う違う、おお、もう全然やん。クラウンと入れ替えます。見た目も可愛いし、よし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 。ちょっと最近いかつめになってきたなって思いよったんよね。パーティー鎧、ちょっ待って、今さ、今自分のパーティー、あ、なるほどな。でもここはランドの方が上やんね。じゃあここはこのままでいっか。んで、あとは食堂で作らせてください。作れるよね。お、いけるいける。オイルジュース召し上がれ。よし、オイルジュース。物理攻撃の耐性がアップするキラーマシン族の好物料理。またおいで。これで仲間にできる。お腹の方です。おー、いけるよ。カミューテクター、はい、どうぞ。カミューテクターが仲間に加わった。やっぱね、名前に入っとる子はね、さすがに入れてあげたいよね。いいですね。パーティーメンバーは入れ替えないですけど、あ、でも一応ちょっと能力見とこう。 S ランクっぽい感じの見た目ってことは、見た目っていうかあれってことは、なんか、まあでもあれかな、パワーアップさせていけば他の子たちよりかは強くなるとか、そういうことかな。他に何か利用されますか。よし、とりあえずパーティーメンバー一人変わった。